どうも、寿司を食べないと死ぬおじさんです。寿司うますぎる、ふざけやがって。 ALC.TC とのサークル対抗戦5試合目ダイジェストです。仁義なき女ダブ対決、良いラリーですね。うん、惜しい。リターンアプローチ、面白い展開でしたが阻まれましたね。ここも攻めます。ブレイク成功、稲巻さんサーブ、平行陣で攻めますね。やった妙な跳ね方をしましたね。まみすけさんサーブ、ジャストアウトでここを落とします。ひとみさんサーブ、素晴らしいロブです。良いリターンとボレーでここをブレイク。寺戸さんサーブ、強烈なバックハンドです。稲巻さん素晴らしい攻めでした。ナイスボレーを拾いました。ここをしのいでキープ、追いつかれました。稲巻さんサーブ、うまくしのがれました。これは危なかった、キープです。まみすけさんサーブ、絶妙なところに落ちました。これは難しい。ここをブレイク、ディスワタチームチャンス、決められるか。ひとみさん、うますぎるだろうが。寺戸さんはこういうドロップがマジでうまいです。まみすけさんのナイスリターンでブレイク。寺戸さんサーブ、強烈、返した、うまいロブ。いや、気持ちわかります。ここをキープしました。運命のラストゲーム、没収と。いや、激戦でしたね。惜しかった。これでチームは2勝3敗となりました。頼れる男ひろゆき氏とハゲが男子ダブルスに挑む。正直緊張します。ここは無様なプレーを見せるわけにはいきません。黒子に徹してひろゆき氏につなげていきたい。対する稲曽小麦ペアは若さが溢れてますね。大人の魅力を分からせてあげましょう。ひろゆき氏サーブで試合開始。セカンド、さすがひろゆき氏、
狭いところを通します。ナイスサーブです。こちらもナイスサーブ。頼れる男、稲曽さんサーブ。ひろゆき氏ナイスリターン。すぐるハゲは基本ロブリターン狙いなのでダブル後衛、肝心のリターンはできず。ひろゆき氏の合わせがうますぎる。甘いかな、これは。甘い。順調に足を引っ張るハゲ。このリターンはさすがでございます。この流れに乗りたいハゲ。乗るしかない、このビッグウェーブ。ひろゆき氏が動いてくれます。良い流れです。叩かれてるのが怖い。リターンに勢いがあります。深い一本です。ラッキーでなんとかキープです。小麦さんサーブ。いや狙ってきますね。かっこいいリターン。入るんかい。ナイススマッシュ。切り返されましたね。相変わらずロブ狙いがダメ。片手ジャックナイフ、かっこいい。ここはロブ狙い。狙いは面白かった。ひろゆき氏サーブ。ここは落として。ノーコメントですね。ひろゆき氏に任せましょう。手を出すなよハゲ。さすがでございます。ハゲが完全に押されてますね。一本です。ハゲは出れない。良いリアクションです。ひろゆき氏さすがのキープ。稲曽さんサーブ。こんなん取れまへん。やがって稲曽さんのサーブは本当良いな。このロブも浅い。相手の陣形は崩せました。フォルト。小麦さんナイススマッシュ。ハゲのサーブ、スニークインされてナイスリターンです。狙われるから固くプレーしたい。ナイススマッシュ。今のロブは気にしないように。メンタルコントロール、これも気にしません。とにかくプレーが縮こまらないように。ポーチ危なかった。ラッキーです。届きます。ひろゆき氏さすがのカバー。これはアウト。ハゲも一仕事できました。ハゲのしぶとさが出てきましたね。稲曽さんナイスキャッチ。
ここはミスりましたが、メンタル的には攻められた。プレーが縮こまってましたが、ハゲ的には回復しました。小麦さんサーブ。さすがひろゆき氏、硬いですね。これはラッキーです。ひろゆき氏のスニークイン、すごいな。ここでひろゆき氏サーブ。ハゲも攻撃できてますね。メンタル上昇。よしよし、良い流れです。ここに来てハゲが躍動してます。なかなか決められないけど、フォルト。最後はひろゆき氏のナイスサーブで終了。やはりハゲが足を引っ張りましたが、メンタルは回復できてよかった。リナソさんも小麦さんも攻撃力が高いから本当消えてなくなりそうでした。これで3勝3敗、面白くなってきました。次回はついに決着。ご視聴ありがとうございました。そろそろ寿司を食わないと死ぬので寿司食ってきます。次回もよろしくお願い申し上げます。